なです。お願いします。お願いします。はい、トルテ&ショコラは本来は6人の編成のバンドなんですけど、今日は半分の3人で代表して代表3人でね、はい、お送りしていきたいと思います。はい、どうですか最近は。何してますか最近。私たちはみーちゃん今日でもスタジオ入ってから来たんだよね。ここに入りました。スタジオは何時間してた。2時間。2時間、うん、見ていただいてた。ちょっと遅れちゃったから30分ぐらいえ、30分しか届いてないの。違う、1時間半ぐらい届いた。あー、うん、頑張ったね。うん、セナポンは今日何してた。セナポンは今日曲作ってましたね。曲作ってましたはい、すごいね、みんなバンドマンだね。イエイイエイ。じゃあ今日はですね譜面が落ちました今日もゲストさんがいらっしゃいますので、はい、早速なんですけどゲストさんをね呼び込みたいと思います。はい、本日のゲストカオスルージュさんです。わーイイエーイ。パチ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 。ショコラの甘い時間、イエーイ、お送りしております。はい、という感じでですね、本日のゲストカオスルージュさん来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。という感じで早速なんですけど、カオスルージュさん皆さんの自己紹介をお願いしたいと思います。あちらのカメラに向かって一人ずつ、自分の名前と楽器と性別と、じゃあ今のマイブーム、はい、をお願いします。はい、それでは私からボーカルの千尋でございます。よろしくお願いします。お願いします。まあ、今言ったんですけどボーカル担当してます。今のマイブームは冷やし中華を、いろんなラーメン屋さんで食べることです。よろしくお願いしますお願いします。はい、はい、カオスルージュ、ギターの龍河と申します。よろしくお願いします。マイブーム、これと言ってないんですけど、まあ、変な話まあ仕事中に甘いもん食い漁るとかそんな感じですね。結構甘党なんでよろしくお願いします。お願いします。カオスルージュ、カオスルージュベース担当のリョウです、一応性別は男性です、はいはい、マイブームは、最近はちょっとお腹がたるんできてるんで腹筋をすることにハマっております。そんな感じですけどよろしくお願いします。お願いします。はい、ドラムのタモツです。マイブーム、あ、性別ね、性別一応オスです。よかったです。マイブームはラーメンの食べ歩きですね。お腹がたるんでますけど、まあよろしくお願いします。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 そんな感じですね。カオスルージュさん。カオスルージュさんは4人組バンドということで、はい、ここの4人が集まったきっかけなんか。そうですね、知りたいなと思ったんですけど、もともとここのギターの龍河とそのベースの龍河2人でこういうバンドやろうっていう風に集まってできたのがカオスルージュなんですけど、そこから、ここの2人が日本工学院っていう学校の出身で、でそこの学校から引き抜いてきたのがドラムの保つ
で、ねねね、でちょうどボーカルがいなかったところに私があのネットの掲示板であの、カオスルージュ見つけて、でそれであのそこに入っていって今の形になりました。あ、そうなんですね。ボーカルさんの最後って結構珍しいですね。そうですね、なかなか見つからなかったんでしたっけ。うん、そんな感じ。まあ、女性で変な話ハードロックやってるっていう方が全然いなくて、あで最初いろいろそれで探してる感じで、うんうん、あのまあ、そういうのやってるんだったらっていう感じで来たんで、じゃあお前来いよって感じで、なるほど、ね、引っ張ってきたっていう感じですね。運命の出会いを果たしたと、はい、なるほど ね、 ね。え、皆さんそれぞれのご自分のパートはどういうきっかけで始められたんですか。お歌を始めたきっかけは、私はもともと高校の時に軽音部にいた時にあのギターずっとやってたんですけど、なんかちょっとボーカルの子がいなくなっちゃって自分のバンドからで、仕方なくギターボーカルをやらなきゃいけなくなった時に、なんか歌ってる方が楽しいぞっ て、 って気づいて珍しいですね。もういいや、ギターやめようって思ってそれで、ボーカル一本にそっから。あ、じゃあ今でもギターは弾けるっちゃ弾ける。はい、一応。あ、そうなんだ、はい、珍しいよねそういう入り方は。そうですね、500パターンで。え、リュウガさんはと、まあ、中学の時にロックが好きになって、うん、まあ、その時に、まあ、やっぱりギターの音がすごい好きで、自分もやっぱり弾いてみたいなっていうのがあって、卒業ぐらい、中学卒業ぐらいに、まあ、ギター買ってもらって、そこからもうずっとギター弾き続けてっていう感じですね。最初はやっぱりコピーばっかりでっていう感じだったんですけど、ギター一筋なんですね。もうほとんど、まあ他の楽器もできるんですけど。おイケメン発言がそうなんですね。そうそうそう、全部できるけどね、鍵盤以外ね。はい、きっかけは、きっかけ、はい、ドラムを始めたきっかけ、ドラム始めたきっかけ、高校の時、はい、ギターやっててで、バンドを組んだ時にギターが3人トリプルギター多いな、似たパターン多い。で、ギター3人でバンド組んだ時にドラム誰かやらないのみたいなことを話になってまあそうなりますよね。で、その時にすごい視線を感じてじゃあやるよって言ってで、ドラムをフルセットで1回全部買って、で、そっからやり始めてて、で、その絵と並行して野球をやってて、で、なんかいつの間にかドラム一本になっちゃってて気づいたら今こんな感じになってるいつの間にかドラマーになっていつの間にかドラマーやってたみたいな。皆さん経歴が面白いですね僕も最初あのギターをやってたんですけどかぶってますけど、みんなギターしたみんなギターじゃないで、僕も高校1年からギターやってたんですけど高校2年生ぐらいになってからあのギターだと弦を何本も押さえなきゃいけないっていうので面倒くさくなっちゃってベースだったら1本でいいじゃんっていうのに始まってそんな理由ですか。こんな感じでそれね、あるよね、あるよね俺も若干叩きゃ音鳴るっていうのが聞かれたのもある苦順だね苦順、いや最悪じゃあ皆さん龍河さんがねかなっても誰かギター弾いた誰か弾いた多分いけますね怖いこと言われる怖いこと言われる冗談ですね、もちろん面白い ね、みんなギター弾けるバンドすごいね。まあじゃあそんなカオスルージュさんと私たちソルタイムショコラにね、ちょっと絵にから心理テストを一本やりたいと思います。心理テストどんどん、お客さんもよかったら考えてみてください。いきます。スキーにやってきたあなた、最初に向かうのはどこ。1、いきなり頂上スタート。2、初心者コース。3、レストラン。4、温泉。逆に絶対向かわないのはどこですか、という感じです。はい、はい、どっから向かう、うん、ドラムのみーちゃんはどっから向かう、まあ、レストランですね。3番のレストラン、うん、まあ、うちの食担当だからねお腹空いちゃうからお腹空いてるからね。はい、え、セナポンはいきなり頂上か、そんなにできないんで、はい、初心者ですね。初心者コース、はい、2番初心者コース、はい、どっから行きますか。私は多分頂上から行っちゃいます。頂上から、すごい、かっこいい。どっから、ああ、初心者コースですね。できないかな、できないかな、うん、どっから頂上ですね。どっから頂上です。頂上の人が多い。誰もいないのは、じゃあ温泉は誰もいないんだね。皆さんは妄想した、考えた聞き方ちょっとみんな妄想しててくださいね。あの画面の前の皆さん妄想しててください。あと逆に絶対向かわない場所もちょっと妄想しておいてくださいね。考えててくださいね。はい、よいしょ
でね、ちょっとすいません、答えはね、メモる時間がなかったので、これを見ます。すいません。はい。はい、じゃあ答えを言います。あ、待って、逆に絶対向かないのも聞かなきゃ。絶対に行かないのはどこですか、みーちゃんは。じゃあ、ほんとね、温泉。温泉。うん。絶対行かないのは温泉ですね。絶対行かないのはレストランかな。ほんほん。行かないのは温泉ですね。初心者コースレストランですね。そんな感じですよ。皆さん妄想した？はい。じゃあ答えを言います、このテストではあなたが告白するのは誰かを診断します。あなたが告白したくなる人が誰か的な。はい。じゃあ1のいきなり頂上選んだ人誰だっけ。選んだ人こっち3人こっち3人だはい。選んだあなたの場合、あなたは文字通り高嶺の花に告白をするタイプ当たって砕けるも精神は良いのですが、大体が砕けているはずだそうです。どうですか。当たってるかもしれないおー、当たってるかもしれない、ね、当たってるかもしれない。そっか、あの花が好きなのか。ふーん、カオジルージさんってそうなんだ。はい。2の初心者コース選んだ人。はい、はい、ここと、はい、お二人。初心者コースを選んだあなたの場合、あなたは身近なところで好きになった相手に告白することが多いでしょう。確信はそこそこあるはずだそう。はいけそうな人に告白をする。当たってる、当たってるみたいな。あーっていう感じ、うん、はい。じゃあ引き割るよお前。3のレストラン、みーちゃんね、はい、はい、レストランのあなたの場合、あなたは合コンで知り合った相手にほどほどに告白するのがほとんどでしょう。ほど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 にほどほどに合コンで知り合ってなんとなく良かった人にパッて告るみたいな。なんかチャラいって言いたいの酒の勢い。じゃあ誰も選ばなかった4の温泉のあなたの場合、あなたはあんまり告白とかしないでしょう。告白されることの方が多いのではないでしょうか。演奏コーナー、イエーイ。はい、という感じでゲストのカオスルージュさん、そして私たちソルテ&ショコラで、1曲ずつお互いの曲をね一緒にやっちゃいましょうという。椅子が高い、下げる、大丈夫、大丈夫、下がらない椅子、OK はい、じゃあ最初にカオスルージュさんの曲をね一緒にやりたいと思うんですけど、曲の説明をお願いしてよいでしょうか。はい、うちのカオスルージュはですね、クロックブロードっていう曲をやります。これはですね、私が専門学校にいる時に作った曲なんですけど、自分の人生を自分の力で切り開いていけみたいな感じの、もうガンガンいけよみたいな感じの気持ちを全部詰め込んだ曲です。結構勢いのあるナンバーです。はい、ではでは聴いてください。
1秒時を刻む音胸の鼓動が鳴り響く音一声張り上げた産声人生のスタートナイト受精時は動き続ける聞こえてくる止まることない命の音がくるくる回る時計の針人生というボードの上で電池が切れるその時まで止まることなく進めずらりと並ぶ数字たちに正しく並ぶ中破りで行け自分の道を信じて原曲は超ロックナンバーでねめちゃめちゃかっこいい。これは CD とかで売ってるんですか？あ、そうなんですよ。あとでじゃあじっくり宣伝させてくださいね。めっちゃかっこいい曲なんだよ。はい、あとでじっくり聴きますね。はい。すいません。はい、ではでは次は私たちソルティ&ショコラのキーという曲をね、はい、合わせたいと思うんですが、はい、この曲はですね、まあ、私がソロ名義の時に書いた曲なんですけど、なんか最近はもうトルショコでも鉄板曲だよね。トルショコアレンジ、そうなんですよ。アレンジを変えて生まれ変わったキーをね最近はよくやってます。まあ切ない失恋がありつつもそれを乗り越えて前に進もうとする女子たちの気持ちを代表してるぜみたいな感じで書いた曲です。チューニング終わった？ OK です。 OK、 じゃあ聴いてください。キーわからない、だって君いつも通り優しい、崩れ落ちてく声集め、必ずまた会える、祈るようにただ繰り返す、離れてく手の中この鍵ね忘れないよ約束を、2曲聴いていただきました。うん、よかった、無事に終わったね。いや、ほんと今日バタバタだったんですよね、これ合わせるのね。そうですね。そう、でも、セナポンがねこう、ギターを合わせるのとこの浴衣に着替えるのをどっちを優先するって言った時に彼女はギターを優先しました。さすが、さすがです、さすがギタリスト。はい、じゃあそんな感じでね、ちょっと時間が思ったよりあるので、さっきの心理テストの絶対選ばない方のね診断結果でも、お席に戻っていただいて、さっきの診断結果のね続きをちょっと言えなかった分を言おうと思います。戻ってくださいね。はい。じゃあさっき言った絶対に向かわないところ、いきなり頂上は絶対行かないって言ったの誰だっけ。あ、行かないって言った人はいなかったんでしたっけ。確かいなかったと。いなかったのか。いきなり頂上は選んだ人はいなかった。確か
まあ、もしかしたらね画面の前にいるかもしれないので、いきなり頂上のあなた、あなたはどんなに好きでも相手が振り向いてくれる可能性が低いと諦めちゃうタイプではだそうです。初心者コース、絶対初心者コースは行かないよって言ったのは誰か言ってないにやりにやり、あなたは理想が高いのでは言われてんぞだもん。もう少しストライクゾーンを広げた方がいいでしょうだそうです。狭いって。ストライクゾーン狭いんですか。だね。おお、これ当たってるね。当たってるかもしれないね。めんくい、めんくい、めんくいじゃない。あそう、ね、見た目より中だから。あそう、ね、まあ、今いいこと言った、今いいこと言ったでしょう。とか言ってるやつに限って大体そうじゃないか。はい、レストラン選んだ人、あ何人かいた。2人カオスルージュチーム、あなたは合コンとかが苦手なのでは、なので知らない人と飲み会、あ違う、なんで知らない人と飲み会しなきゃいけないんだと思ってませんか、だそうです。立ってるかも。まあ、うん、思ったりするね。見た目めっちゃ言ってそうだよね。それはよく言われる。まず合コンしたことないもん私。合コンって楽しいものだってよく聞くけど全然わからないです。行ったことないから。合コンしたことありますか。合コンみたいなのもないですね。ああ。何が楽しいのか全然。なんだろうね、あのなんかいわゆる普通の大学とか行ってるとありそうですよね。うん、そうですね。あります、合コンとかしたこと。ない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 。うん、あ、え、ここ誰一人大学行ってない？ゼロだね。僕4人とも専門学校だから。うん、あ、え、みーちゃんって大学行って、みーちゃんまだ17歳だから。あ、そうか、17歳か。うん、黙ってもらおうかな、一回ね。うん、え、ポンポンは名前ポンポンはどこも行ってない。どこも行ってない。それはそれ、それもそれで、だいぶ。それもそれで。そっか、どこも行ってないそっかそっか、はい。じゃあ4の温泉。はい、はい、あ、はい、温泉、ここの3人もしかしてあなたは今まで一回も告白されたことがないのでは。寂しい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 。顔顔死んでるよ、顔死んでるよ。ゆうさん、まんざらじゃない顔しないで。察してるね。でも1回はある。あ、あるんだ、あるんだ、よかったよかった。え、それは告白されてどうしたんですか。あ、まあ今もっていう感じです。お、おー、リア充すごい。そんなこと言われると思わなかったけどね。もう4年ぐらいかっていう感じ。4年もつけてるんですか。もう結婚目前。いやいや見てないからね。トルテとショコラの甘い時間。トルテア。トルテア。トルテア。さっきね、面白かったんですよ。なんか私たちトルテ&ショコラっていうバンド名なんですけど、なんかスタッフさんがトルテとショコラさんって言った。
間違ってないんだけど、そうそう、めっちゃツボだったんですよまあそんな感じでねさっきちらっと見せていただいた CD 含めちょっとカオスルージュさんから今後の告知なんかしていただけたらなと思います。はい、ありがとうございます。はい、じゃあちょっと告知の時間いただいたんで、はい、させていただきます。今カオスルージュですね、 CD を売ってます。これです、見てください、デデドン、見てください、ビギニングカオスっていう名前のアルバムを売ってます。そうです、もう中二病モチーフみたいなもんなんでもう、ね、はい、はい、これ6曲入り1000円で今ライブの物販で売ってます。なのでそのこれが買えるライブいつかなっていうのをギターの龍河に、はい、じゃあライブの一言言ってからじゃあいいです、いいです、いいです、見てないでいいです、そういうのいらないです、いいです、勘弁してください。はい、次のライブ、まあ明日あります。はい、赤坂の天竺というところで、はい、一回やらせていただきます。そう、違うんだよ、そんなでけえとこってまだできるわけねえだろ、パーが。はい、で、その後、まあ8月なんですけど、9日が関内セブンスアベニューで、そう、関内セブンスアベニュー、横浜ですね、そちらで一回やらせていただきます。で、その次の日、野外イベント出させていただきます、カオスルージュ、三笠公園、横須賀の方だっけ、横須賀ですね、そう、横須賀の方で、はい、野外イベント出させていただきます。そちら一回と、8月24日が、また横浜の館内のセブンスアベニューというところ、はい、何回も出させていただいてるんですけど、そちらでまた一回やらせていただきます。取り急ぎ決まってるのがこれぐらいで、まあ、9月10月も予定決まってるんですけど、はい、まあ、ホームページとかツイッターとかそっちの方で告知になり、情報開示してますんで、ご覧いただいている方ぜひ見ていただければと思います。はい、ぜひよろしくお願いします。見てください、ありがとうございます。あ、それで、はい、ちょっとこれカオスルージュちょっとだけ関係ないんですけど、はい、そこにいるトルチョコのスナちゃんと私とあと他にもいろんなバンドさんの女の子だけ集めてやるアニソンのカバーライブが8月22日にあります。あと15秒発売ドアーズでやります女の子好きアニソン好きって子はもうぜひ来てください。はい、そんな感じです、はい、というわけで次の放送は8月15日になります。皆さんよかったらまた見てください。カオスルージュさん、ありがとう